米国政府は、新型コロナウイルス感染症に対する世界保健機構の対応を繰り返し批判し圧力をかけている。18日米国のニュース専門放送局である c n b c によると、アレックス・アザール米保健副祉省長官はこの日の WHO テレビ世界保健総会に参席し、 WHO がウイルスに対する情報を適時に売ることができなかったと批判した。アザール長官は、その失敗は多くの生命を奪っていったとし、今回の事態を隠蔽するための明白な試みとして、少なくとも一つの加盟国が透明性の義務を果たさず全世界にとてつもない代価を支払うようにしたと怖く主張した。続けて、 我々は WHO で加盟国が善意で行動しない場合、情報共有と透明性の任務に失敗するということが分かった。もうこれからはこのようなことがあってはならないと付け加えた。このような発言は、WHO が新型コロナ関連の情報を隠蔽してきた中国をかばってきたというドナルド・トランプ米国大統領の主張と同じ脈絡である。 WHO はこのような批判に対して、新型コロナに対して警告したのは去る1月20日に国際的公衆保健非常事態を宣言した時だとし、全世界が我々の警告に耳を傾けなかったと反論した。しかし全世界各国で新型コロナに対する独立的な調査を要求すると、テドロス WHO 事務局長は18日午前、 新型コロナ大流行に対する独立的な調査を適切な時期に始めると伝えた。